んで、ですね、バンパーを外しました。オープンのバンパーを。で、ですね、青プリオのバンパー外して、青プリオの交通センサーの位置がですね、よいしょ、青プリオのセンサーの位置にも何だったかな、これをかましてるんです。青プリオのね、これ、かましてるでしょ。で、これを我慢して、で、思いっきりとついたら、まだ、金づちでとついたら、前に違うかなと、それをやってみようかなと思ってる次第です。はい。よし、やってみましょうか。金槌いくで、いくで、みんな見てる、思いっきりどつくで、なった、今度はこれが外れなんのかな。ちょっと頑張ってみます。はい、これでなるて回りました。はい、こう回ったんやけど、あと線やね、線をどないして外すかね。白プリオについてたのが、これなんですよ。で、白プリオのこれが金具がついてるんで、この金具ごと変えたらいいかなと思うんですけどね。金具を外して金具を止めたらいいかな。とりあえずここの、こっちのサーサーの子か、センサーの子、これです、センサー、これです。はい。ごめん、なかなか簡単に抜けないで。いつから回ってんのかな、回ってんかそれ。ちょっと待って。ですね、これが、青プリオについてたやつです。青プリオについてたオーツセンサーです。で、これが白プリオについてたオーツセンサーです。比べてみましょうか。はい。はい、そうなんで。右側が白プリオで、左側が青プリオで、青プリオちゃんは赤、エンジンが赤く、エンジンマークが点灯してました。で、白プリオちゃんはエンジンマークは一度もついてません。はい。で、それを交換してみたいと思います。さあ、どうなることでしょう。はい。はい、なんで交換してみたいと思います。で、これでここに放り込んでいきます。よいしょ。もう線を回さないと入っていかんよね。線を回すでええんやな。はい、入っていってますね。これ杖を回してんねん、これ。杖を回すと入っていくというね。
シュ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 って、あんま声が硬くなってきたのかな。あ、硬くなってきた。あとはもう配線を任して、まかさっき閉めようか。ガンガンでさっきので閉めていこうか。ちょっとずつちょっとずつ。だいぶきつく閉まってるような気がするんだけど、まだまだ閉めんのかな。ちょっとビデオ止めて閉めます。さんさんのところに来てるんだけど、なんかカップラーが外れた。来たよし、もうはめちゃいますこっち見る。余った音しましたね。またここのネジを止めればなんとか OK ちゃいますね。ここね、どこやったここやったっけ。スーパーチャージャーが4本で止まってる1本なんですけど、よいしょよいしょ、はい、よいしょよいしょよいしょ、これでこれで前エンジンかけてみようかな。別に問題ないやんな。もう閉めちゃう、もう閉めるしかないんですけど、待ての方から、10番やんな。硬くなってきた。これが高く決めたら OK でしょう。これなんかあのなんて言えばいいのかな、リセットがなんかあるん。オートセンサーを変えた時になんかしないといけないことってあるんかな。オーツセンサーを変えた時に、なんかせなあかんことってあるのかな。よし、今からググってみましょうか。あ、そうなんで。これでオーツセンサーが変えられました。やってみたいと思います。ははーん、エンジンマークついたままやで、ね、もうようわからんわ。ようわからん、あとはわからん。何が悪いかわからん。キュー。ちょっとちょっとぬくめてみますね。はい。そうなんで。はい、マイナス端子を外して。
でエンジンかけてみたいと思います。外してまたつけたんですけど、あ、消えてる消えてるで、やった。ちょっと暖気して暖気してブシュンと走ってみたいと思いますね。はい、そんなんでこういう状況になってますけど、はい、状況はこうですね。うん、どんどん走ってますね。合流になってますね。はい、バスより遅い金口です。バスは走るけど金口も走る何やそれ分かる。はい、そうなんで、本速ちょっと待って、です、ね、3速で踏み切るとバスに追いついちゃいますね。バスが走ると、あ、追いつく、こんなこっちです。どうしたらいいのかな、どうしたらいいのかな。こっち、はい、分かったこっち曲がりたい、こっち回る。はい、そうなんだよ。よいしょ、行きますよ。よいしょ。そうなんで、雪なんですよね。雪なんですよね、これがびっくりんちゃの雪なんですよ。けどもだ。雪なんですよ、冷たいんですよ、これが。けたら冷たいですよ。明るいから。雪道走行。雪のとこ、こうやってやったら、ずずずと滑りましたけどね。はい。そんなんで、まあ、今
よう走りますけど、あのね、よう走ってますけど、あれがつくんですよね、やっぱり。ブーン、飛ばしてるときはね、飛ばしてる、ブーンと吹かしてるときはね、つかないんですけど、あれ？あれがつかないんですけどね、エンジンエラーが、エンジンエラー、街の中走ってたけど、ペッとついたりしますね。どうなってんのかなあれ？よいしょ、はい、エンジンスタート、はい、今ついてないですね。わからないな。なんかね、わかればいいねんけどね。ここであんまくりサイドターンはできへんねん。よくやもんね。横に滑ってくやん。横に詰めて回転せえへんねんけど。珍しいもんだ。回転せえへんねんけど。あれ？あった？え、行くよ。行くよ。って横に詰めて。はい、ちょっと待ってんあかんかった。これで切って壁にゲット激突するかな。あはははは、激突するやん。ちょっとずつ深みにはまってきてんね。ちょっとずつ深みにはまってきてんね。ちょっと待ってんの、これ。ちゃんと運転しよう。また綺麗、なんでないんで、そんなに綺麗のよ。これで吹かしたらどうなんだよ。吹かしたらどうなのかな。ちょっと待って、こいつ大変やな。いや、待って、ちょっと下りやから吹かへん、吹き上がれへんねんけど。お、かかれへんような状況になってますけど。ちょっと待って、かかった。滑りますね。よくずーっと流れましたね。よいしょ。はい、ここで油断して帰りましょう。あ、だ、こっちです。これ負けたね。よいしょ。よいしょ。この道もなんでちょっとね、雪があったりしてね。はい、ここ雪あるでしょ。これこうやってブレーキかけたらツーッていっちゃうね。はい、ちょっと待って、違うやん、こうしたいんやって。何カタカタ言うてんの。何カタカタ言い出したで。よしこんなとこトンネルなかったけどね。びっくりんちゃびっくりんちゃトンネルです。はい、何トンネルとか言ったの。あー、こんなとこ初めて。
やブレーキを効くかな、ブレーキを効くちゃうの、はい、そんなんで夏タイヤで走ってるからちょっとあのブレーキを確かめながらこうね、ブレーキ確かめながらこう走らないとですね、えらい目に遭うんじゃないかなと思うんですけど、こんな4個何もできへん、サイドヒーターってまあここでピッとくるくるピッとこうクイッと走ってくれてんだけど、無理ですね何もできませんね、はい、そんなんで、はい、よいしょ、ちょっとビデオカメラ置きます、はい、ロック降りてきたらですね、つくんですよね、ロックでビュービュー走ったらあの着かなかったんですけど、ロック降りてきたら着きますけど、どういうことなのかなわからないですね、これはどうしたらいいんでしょうかね、これはビュービュー走れっていう意味ですかねこのサインが出たらビュービュー走れっていう意味ですかね、わかりませんね、はい、そうなんで、はい、どうしたらいいんでしょうかね、もう意味わかりません、これ本当に、はい、終わりましたね、はい、どうしたらいいんでしょうね、つくんですけどね、何が悪いんでしょうかね、これ一生悩むな、そう一生悩んでたからまたちょっと様子見ですね、様子見て、あのめちゃくちゃ走ったら、あめちゃくちゃいいことないだけど、ここ曲がったらいいかな、まっすぐはどうなんやろうな、まっすぐ行ってみようかな、よいしょ、まっすぐ来た道しよう、消えてますね、ちょっとブイブイ走って消えましたね、わかりませんわかりません、はい、そうなんで、ちょっとまだまだわからへん